では、ビジュアルスタジオ2019の組み込み、インストール手順をやっています。今、2022年ですから、ちょっとこれは古いかもしれません。ここのサイトです。参照させてもらいます。そこに順番に書いてありますけど。ビジュアルスタジオ2019とは、マイクロソフトが開発した統合開発環境 IDE です。まあ、いろいろバージョンありますけど、とりあえず今回は、エンタープライズ。これを入れてみます。ビジュアルスタジオダウンロードのサイトに行きます。で、ここですね。ここ。で、落とします。結構時間がかかるんで、最後まで。まあ、この手順ですね。ちょっと待ってくださいよ。ここなんですけれども、とりあえず、インストーラーを起動かけて、ここは時間かかりますので、ここまでやってみますね。ここのサイトです。マイクロソフトのダウンロードサイトです。で、これいきます。で、ここありますね。まあ、ザクザクザクっと見て、これですね。これです。あ、これもう一回ちょっとこっち切って、あれ、どうだったっけな。とりあえずここを切っちゃいます。あ、すみません、ここに切ってたんです。見落としました。ビジュアルスタジオセットアップエグゼ。これですね。開いて。まあ、これ結構時間がかかるんで、根拠しようがないですね。ビジュアルスタジオインストール。続行。これをちょっとこっちに持ってきて。ですね。参考書とこれとこれとこれ。今ここです。こう言って、これ、これです。こう来ましたね。で、この画面が、これですね。で、ディスクトップとモバイル。これですね。で、ドットネット使いますので、ここに0点を入れる。それだけかな。こうクリックですね。6.49GB。大きいな。こうっす。これがね、結構時間かかると思います。
これは途中で切れるかもしれないですね。ああ、容量がないってきましたね。ちょっと再調整します。一度切ります。